皆さんこんにちは。今日は韓国料理の献立を作っていきたいと思います。僕は韓国料理とっても好きなので楽しみです。それではやっていきましょう。ということで完成したものがこちらです。栄養バランスも見た目もとってもいい感じに仕上がりました。それでは作っていきましょう。まずはいつも通り器の並べ方から紹介します。韓国料理ってメインの他にたくさんの副菜や汁物がしっかりとついてくるのでバランスよく食べられるのではないかなと思います。器って本当に集め出すとキリがないんですけれども、僕は料理が好きじゃないのでお気に入りの器を集めることで少しでも料理が好きになるようにしています。まずはスンドゥブチゲから。家庭でも簡単に作ることができます。豚肉や海鮮類、そして豆腐を入れることで様々な食材からタンパク質を豊富に摂取することができます。また野菜やキノコも摂ることができるので栄養満点です。一度鍋で豚肉を焼いてあげるのがポイントです。低糖質ながら辛味成分であるカプサイシンの効果で食欲増進、そして体が内側から温まります。体温が上がることで代謝が促進され脂肪が燃焼されやすくなります。基礎代謝というワード聞いたことある人多いかもしれないんですけれども、基礎代謝量が多いほど太りにくくなります。そのためには先ほども言った通り基礎体温を高くする、また筋肉量を増やすことが重要です。そういった点を鑑みるとスンドゥブチゲはとってもいいと思います。肉、魚、卵、豆腐といったタンパク質を多く摂取することを心がけて、適度な運動習慣を身につけることが重要かなと思います。本場の味とは全然違うかもしれませんが、レシピ概要欄に載せておきますが、こんな感じでご家庭にある調味料で再現することができます。難しく思われるかもしれませんが結構簡単なのでぜひ作ってみてほしいです。タレを入れたらよく混ぜて蓋をして煮込んでいきます。待っている間に別のレシピ作っていきましょう。こちらは人参、えのき、ほうれん草で作る三色ナムルです。ナムルって韓国料理には欠かせないですよね。こちらは電子レンジで簡単に作ることができます。耐熱容器にカットした人参とえのきだけ、あとは茹でたほうれん草を加えていきます。調味料もとってもシンプルです。こちらもレシピ概要欄に載せています。品数が増えるとおのずと使用する調味料の量も増えるので、塩分量だったり使用する調味料の質にこだわっていくのは重要かなというふうに思います。もちろん自分がどこまで自分の体に投資ができるのか、またいいものを選ぼうとすると高くなってしまうので、自分の財布と相談しながら少しでも体にとっていい選択をできるといいのかなと思ったりもします。はい、こんな感じで混ぜたらふんわりラップをして電子レンジに入れていきます。使用する食材によって加熱時間は全然違うのですが、こちらのレシピでは600ワット3分加熱をしていきます。そうこうしている間にスンドゥブチゲに火が通ったので蓋を開けて、仕上げにネギとニラを加えてもう少し煮込んでいきます。ニラは大量に買ってきてカットし冷凍庫にストックしておいたものを使っています。はい、そしてナムルが完成しました。とっても熱いのでラップを開けるときには気をつけてください。最後に混ぜて粗熱を取っていけば完成です。次はチヂミを作っていきます。これ僕の発音合ってますかね。ちなみにこの日が作るの初めてでした。僕はなるべく小麦製品を取らないようにしているので、今回は米粉と片栗粉をミックスして作ってみました。まずボウルに米粉と片栗粉を入れていきます。普段はあんまり分量とか測らないんですけれども、今回は不安だったので計量器を使っていきました。水と卵、そして調味料を加えて材料を加えよく混ぜていきます。この日はシンプルに玉ねぎ、ニラ、キムチを入れました。そして途中で急に思い立ってなんとなく合うかなと思って小エビを入れてみました。海鮮だったり豚肉だったり、あとはヘルシーにもやしを入れたり、たくさんアレンジの仕方があっていろいろな種類食べてみたくなりますよね。日本でいうお好み焼きみたいな感覚なんでしょうか。材料を加えたら粘り気が出るまで混ぜていきます。この日はなんとなく具材の量が多すぎた気がしますね。初めて作ったのでお見逃しくださいと、ここで急に思い立ち小エビを入れてみました。これが結果的に良かったのかどうかは分かりませんが、エビの風味を感じられてとっても美味しかったです。フライパンにごま油を敷いて生地を流し込んでいきます。しっかりと鍋に生地を広げて、そのまま片面に焼き目がつくまで置いておきます。この日はフライパンのサイズが小さいものでやったので、なんだかとっても厚みのあるチヂミが完成しました。その間にチヂミのタレを作っておきます。お酢と醤油とラー油を混ぜただけの簡単なものになります。はい、次のシーンがこの動画の最重要ポイントです。はい、一発で綺麗に成功しました。続いては鶏胸肉のヤンニョムチキン。こちらのレシピはインスタグラムや TikTok などで何度か紹介しているんですけれども、本当におすすめのレシピです。ヤンニョムチキンって結構脂っこいイメージがある方多いかもしれないんですけれども、こちらのレシピは最低限の油で皮を取った鶏胸肉を蒸し焼きにしていくイメージなので、高タンパクでとってもヘルシーです。最初にフォークで刺して繊維をほぐし、片栗粉をまぶして中の水分が逃げないことにすることによって、パサつきがちな鶏胸肉が柔らかくしっとり仕上がります。
鶏胸肉苦手な方のほとんどがパサついて硬くて食べにくい、そんなイメージを持たれていると思います。しかし低温調理をしたり片栗粉をまぶすことで本当にしっとり柔らかく仕上がるのでとてもおすすめです。蒸し焼きしている間にヤンニョムダレを作っていきます。こちらもご家庭にある調味料で簡単に作ることができます。よく混ぜたら火が通った鶏胸肉に回しがけて少し煮詰めていったら完成します。作る工程的には結構シンプルで簡単なのではないかなというふうに思います。僕がよく作るレシピなのでぜひ皆さん作ってみてください。ということで最後はキンパを作っていきます。ちなみにキンパもこの日初めて作りました。卵を1個分溶いてフライパンに入れていきます。めちゃくちゃ失敗したんですけれども、中に入れれば全然問題ないので形だけ整えて完成です。キムチも焼いた方が美味しくなると思うので、卵を焼き終わったフライパンでそのまま炒めていきます。あとはご飯に塩とごま油を加えてよく混ぜていきます。家に巻くやつがなかったのでランチョンマットで巻いていこうと思います。ラップの上に海苔を敷いて、あとは先ほど混ぜたご飯を平らにしていきます。ポイントは海苔の端っこまで敷かないようにすることらしいです。あとは先ほどの卵、焼いたキムチ、そして先ほど作ったほうれん草のナムル、カニカマを3本、薄くスライスしたたくあんを加えて丸めていきます。ギュッとしっかり押さえつけるように丸めてみてください。丸めたらもう一度しっかりと形を整えてあげると綺麗な仕上がりになると思います。ということで切り分けていきましょう。海苔の表面にごま油を塗ってあげるといいです。あとは包丁を水で少し濡らしてあげると切りやすくなります。器の上にちょっと斜めになるように盛り付けていきます。少し断面図が見えるだけでおしゃれに見えますね。仕上げにごまをかけて完成です。そして先ほど作ったチヂミ、ちょっとまな板から出ています。結構量が多かったので 2,3 食分にはなりそうですね。器にタレを乗せてキンパを斜めに盛り付けていきます。重ねることで立体感が出ます。仕上げに糸唐辛子を乗せて完成です。完成したものからこんな感じで並べていきます。続いては小鉢の盛り付けに行きましょう。韓国料理ではないんですけれども、見た目が良くなる紫キャベツのラペ、そしてフルーツ、梨を乗せていきます。定番の庄屋さんのさつまいもと長芋のキムチ、そしてコチュジャンを入れた納豆に韓国海苔を乗せます。はい、どんどん並べていきましょう。続いてはこちらの3枚、メインのヤンニョムチキンを乗せていきます。ヤンニョムチキンには白髪ネギを乗せてあげることで見た目も良くなりました。黒い器には3色ナムル、こちらのネギの薄切りはチョレギサラダ用のものです。チョレギサラダのドレッシングって結構簡単に作れるのでおすすめです。こちらにサニーレタスを加えてよく混ぜていきます。器の上に盛り付けて先ほど切ったネギ、韓国海苔を乗せて完成です。はい、ほぼ完成してきました。最後はスンドゥブチゲを盛り付けていきます。この日は入れなかったんですけれども、卵を落としてあげるといいかもしれません。はい、完成しました。見た目、栄養バランス、どれをとってもいい感じの献立になったのではないでしょうか。ぜひ参考になれば嬉しいです。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた会いましょう。